はいどうもー、はい、楽しいお仕事の時間ですよ。今ね、はい、リクエストにお答えしまして、あら、大丈夫か、リクエストにお答えいたしまして、さらに過剰にリクエストどころじゃなく、リクエストだけじゃないよと、やっぱりこっちが液体だった、こっちが飲料でした。あー、やっぱちょっとこぼれちゃったな、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、本当に。バーガーキングです、また出ましたよ、バーガーキング。情報ありがとうございます。すいません、どなたからいただいたか忘れちゃいましたけれども、またバカみたいにでかい、バカでかいバーガーがバーガーキングから出ましたよということで、これです、こっちの方です。もう全然違う、全然違うの、本当に教えていただきましたんで購入いたしました。そしてクーポン使ってセットです、クーポン使ってセットです。もう片方の方は非常にお得です。クーポン使うと200〜300円お得になる品もあります。しっかりしっかり確認してくださいね。これはもう本当にもうバーガーキングだけのことじゃない、バーガーキングだけのことじゃないですよ。どこもどこもぞ、クーポンはしっかりと確認してください。あ、これケチャップ、そうそう、ケチャップ、ケチャップな、ケチャップないんだな、なかったんだな、これはないもんなんだよ、今回ので分かりました。そしてこれもどちら様に、どちら様に教えていただいたか忘れましたけど、オールヘビー、ヘビーにできるんですよ、増やせるの、全部増やせるのできますよっていうふうに教えていただきました。今回初めて、今回初めて、それでやったっけ、バーガーキングの紙、それで頼んでみました。ただしその注文の仕方忘れてまして、すいません、すいません、全部増やす、全部とことん限界まで全部増やすやつってなんて言うんでしたっけって言って、あ、ヘビーですね、オールヘビーのことですねっていうことで教えていただきまして、両方ともオールヘビーです。これがそうなんだろうね、この下に書いてあるのか、なんだっけ、ダブルワッパージュニアセット、あ、マイナス190円だ、マイナス190円、そうだ、ストロング超ワンパウンド、こっちね、スーパーか超か、多分超だ、パンチ入れたやつはちょっと後で食べます。何が増えてるのか、増えてるのと増えてないの両方一緒にないとわからんな、レタスとかが増やし、レタスとか増やしてくれたのかな、これそうです、よろしいでしょうか。あ、二つ、あーっしゃ、もう早く食べたいよ。でかいね、やっぱ。全然違うね、サイズ感が。はい。こうなります。あざす。さあ、行きましょう。いただきます。でかいのからいきますけど、その前に、すいません、ごめんなさい。なかなか食べないんだ、この、買ってきたやつの時は。なかなか食べないんだ。なかなか進まない。飲料からいきます。あ、いいね、おいしいね、うん、ポテトもおいしい、うん、おいしい、ここのしかさ、これも多くない、前回より全増ししたから、こっちも増してくれたか、そんなことはないでしょ。さあ、行きましょう、さあ行きましょう、オールヘビーです、一番でかいの、さらにオールヘビーです。うん、うん、ああいいね、美味しいね、これね、
噛む前からこうやって近づいた時からもうバーガーキング特有のスモーキーな肉の香り、こーほら暴れてる暴れてる、うん、あいいね、うん、あソースきた、今しっかりときたソース、あこっちだな、ここら辺だな、ほらここら辺だな、あ来た来た、辛い辛い、うん、ああうん、いやさすがだよ、さすが、こんだけもう肉がいるともう肉感が素晴らしい、うまい、ああ正直めちゃめちゃ豪華だよこれ、2000円以上ですからね、もうこんだけ頼めば、これだけとかこれだけとかこれだけとかだったらあれですけど、こんだけまとめて頼めばそれ軽く2000円も超えますよそりゃ、だってこれこれだけで1000円超えてんだから確か、うん、これだけで1200円、1210円です、まあそりゃそうだよね、肉がこんだけ入ってんだから、いやいやいや噛んだった、うん、また噛んだった、どうした、あーコーラも美味しい、やっぱ合うんだよ、合うのこういうのとコーラは、うん、うまっ、なんだ急に口がおかしくなってきたよ、噛みまくってますよ、な、垂れてる、めちゃめちゃ垂れてる、辛い、午前中にアマゾンに注文した品が届く予定だったんですけど届きませんでした、残念な、ギリギリ待った、ギリギリまで待ったんですけどダメで、ちょっと用事がありまして出かけました、帰ってきたんだけど不在の連絡とか、うんね、調べてあのトラッキング ID 的なあれで配送の業者さんとか分かれば
そこに連絡して、もう出かけちゃうんで、もう大丈夫なんで、夜の何時から何時ぐらい、夕方の何時から何時ぐらいまででって連絡してみようかなと思ったりもしたんだけど、なんかできないんだよ。あのヤマト運輸とか佐川急便とかなんとかかんとかとかじゃなくて、アマゾンの配送みたいになってて、それ以上何もいけなくて、いやまあそんなね、生きるか死ぬかのあれじゃないんだよ。もう本当は午前中のうち受け取って何かってか、あ、バレちゃうから言わない方がいいのか、バレてもいいのか、バレるってのもおかしいか、まあいいや、それをそうしていきたいなと思ったんだけど、まあしょうがないから、まあ今の時期まだまだ忙しいんだろうな、特にねただでさえ忙しい業界ですからね。余計にまたさらに忙しくなってるから、あれなんでしょうけど、残念ですでも来ないわけじゃないからね、今日か明日には届くでしょ。大山さん美味しいな。ダブルワッパーチーズジュニア、これが一口食べたらまたオニオン挟んでいきます。マヨネーズ先生、今までで一番多いぞ。マヨネーズ先生が今までで一番多いぞ、これありがたいな、これオールヘビーだからな、そういうことなんでしょうね。いやいやいや、マヨネーズ先生もそのヘビーのうちの増量できるやつに入ってるってことか。今までで一番多いもん。すごいすごいよ、本当に。で、なんか本当言うかもな。で、なんだ。まあ一回噛んじゃったから。そうだね。そうしたら続けて噛みやすくなっちゃうから。
うん、これ間違いない。さっきのでかいやつはマヨネーズ先生が入ってないメニューだからだったけど、こっちはマヨネーズ先生が入ってるメニューだからオールヘビーにするとマヨネーズ先生も随分ねヘビーになってる。うん、うん、すごい。間違いないよ、本当に。これからは。必ずオールヘビーだ。大満足だな。大満足です。3日ぐらい、下手したら1週間何も食べなくたって、乗り切れるぐらいの栄養はありますよ。こんだけ食べれば。バーガーキングにはそれぐらいの力がある。まあ、はっきり言う、それはそう。とてつもないバーガーなんて下手したら4人前ですよ、4人前。そりゃそうですよ。でかい肉が4枚入ってな。まあいくらなんでもあれだ、そして3人前で計算したとしても、もう1個のバーガー入ってますから最終的に4人前。僕は今ね栄養を摂取してることになりますからやっぱり4日間、4日間は生きる。こんなに食べたらいつかやってみてもいいかもね、気が向いたら。食べないで、何日間か本当食べないで。やめた方がいいか、やめた方がいいね。なんかダイエットみたいになっちゃうのも嫌だし、あくまで実験なんだけど、前はやったことあるんだけどね、動画が残ってないかな、消したっけな。いや残ってるかもしれんな、忍者修行かなんかに残ってるかもしれないな、消したっけな。忍者ファスティング、そういえばやったね。
まあ、後で見てみよう。ああ、バーガーキングのストロング超ワンパウンドダブルワッパージュニアセットオニオンリング、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、頑張っちゃどう。